Hey guys! How's it going? こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はですね、こちらの、もう組んであるんですけど、タイヤ交換をしていきたいと思います。で、今回ね、ちょっと珍しい車なので、ちょっと紹介させてもらおうかなと思って、はい、今動画を撮らせていただいています。よかったらね、最後までお付き合いいただけたらありがたいなと思います。はい、こちらはですね、送迎車というかね、このウェルキャブというか、車椅子の昇降装置のついた車です。で、私元車椅子に乗ってた人間なので、まあ、こういうのは使ったことはないんですけど、実際にね、車椅子をどうやって積んで、でどうやって乗っけるかっていうねところをですね、まあ、ちょっと動画で撮れたらいいなと思って、はい、こういう装置があって、まあ、オープニングでタイヤを下ろしてたと思うんですけど、タイヤ4本なんて軽々乗せたり下ろしたりできちゃうんですけど、じゃあ実際にね、私が車椅子に乗って乗り降りしてみたいと思います。はい、じゃあね、これで乗ってみたいと思います。はい、実際ね、乗るとこんな感じになります。で、車椅子をね、止めるフックがついてるんで、通常だったら、まあ、こっち側に向かないんですけど、これちっちゃいんでね、小回りが利くから、ここにね、車椅子用のフックがあって、これをかければいいのかな。で、引っ掛けたらこれね、ロックすると車椅子がね、動かなくなりました。お、完全にロックされてるで。すげえ画期的だね。で、解除するときはここを解除すればいいのかな。お、うん、動くようになりました。ちなみに今エンジンかかってるんですけど、エンジン止まっててもちゃんと動くんですよ。エンジン止めますよね。エンジン止まっててもちゃんと動くというね。で、ここのね、ロックを解除してあげると、まあ、スロープになると。ただこれだけなんですけどいや、なかなかでも見る機会ないじゃないですか。なんでね、今日はね、ちょっとお付き合いのある放課後デイサービスやってるうちって言ったらいいかなの、ノーマルからスタッドレスにね、交換するんで、鍵預かってね、休みのうちにやっちゃってっていうんでね、タイヤ交換してる最中なんですけど、なかなかこういうの見る機会ないかなと思って紹介させてもらいましたこんなね、いい送迎車がですね、実はここの施設はもう1台ありまして、2台あるんですね、このリフト付きのやつが。じゃあとりあえず車椅子を下ろしてタイヤ交換しちゃいたいと思います。ちょっとね用意されてやったホイールがそのメーカーが違うみたいで刃向きが合わなくて入らなかったんで、ちょっと急遽タイヤ入れ替えます。もう1台持ってきました。さてこっちだったら入るかな、うん、よいしょ、うん入った。はい、というわけですね、今日はこのでかい車のねタイヤ交換をやらせていただきました。でかいと重たいんでねしんどいですはい、まあねなんとかとりあえず1台タイヤ交換終わったんで、もう1台は明日やろうと思います。はい、今日明日お休みでね鍵預かってるんで、とりあえずね今回は車外のホイールがあったんで、それがねちゃんとはまってくれたんで、とりあえずよしとします。はいよしとします。用意してあったのがね日産のね NV350 っていうんですか、キャラバンのホイールだったんで、ハブセンターが違うんですね。ワンチャンいけちゃうかなと思ったんですけどダメでしたねトヨタと日産ちょっとあんまり共通ってことはありえないんで、トヨタが106かな、多分106でキャラバンのやつが100かな。ハブセンターって言ってPCD じゃなくてその内側のねところがはまんなくてね、とりあえずね山のあるタイヤがね1セット残ってたんで、まあ、これをはめて対処させていただきました。はい、はい、というわけでね今回の動画はただこの送迎車って言ったらいいんですかね、特装車と言った方がいいのかな、車椅子の昇降機がついてるね車を紹介させていただいただけなんですけど、ちょっとでもいいなと思ったらね高評価またはチャンネル登録よろしくお願いします。それからね Twitter、Instagram、TikTok などいろんな SNS やってますので、よかったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ではでは次の動画でお会いしましょう。またね。